はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ネクロズマ入り受けループをね、頑張ってるんだけど、ネクロズマより普通に一般ポケモンが強いシチュエーションがまあまああるんだけど、まあ、ゼルネアスがまだ少ないからな。ゼルネアス、ダイマックスなくてもさ、普通に、ダイマックスなくなった方がむしろ強いまである気がするんだよな。使いやすくはなる、動きやすくはなると思うんだよね。突然殺されたりしないし。だから、ゼルネがもうちょっと増えてくれると、ネクロズマをね、時代が来るんじゃないかということで、ゼルネアスをちゃんと抜け荷に頼らずにさ、対策できる受けループ、僕は好きだけどな。で、必然的にこの試合もウーラオス系ピクシーが入ってきて、ピクシーが刺さってると。そうなると、ブラッキーピクシーネクロズマになるかな、選出は。だるいのが初手のラグなんだよな。バドから入ってくるんだったら僕ブラッキーから入りたくて、それ以外やったらピクシーなんでもいいかな、みたいな感じなんですけど。少なくともピクシーを裏に置くことは確定していて。ピクシーから入るか。バオだったらブラッキー引いて、殴ってくるならいいし、身代わりだったら爆破から入ればいいから、そんな感じでいけるんじゃないか。あとはネクロズマ、鋼タイプ持ってるから、無動の枠とか圧縮できないかなとかって思うんだけど、ランドロスがさすがにきついね。ヤドランとかが入ってくるんだったら、ネクロも結局見れるわけだし、あと浮いてる枠さえ用意できればって感じかな。オッケー、初手刺さる。これはステロから入っていいはず。ラグも多分ステロぐらいは巻きたいんじゃない？さすがに。で、トリックで盆の実パクるところからでいいかな。そうすると、ウーラオスに対してちょっと動きやすくなるから。盆の実パクれると。クイックターンだと思うんだけど、トリックかましてよくて。選出は多分ラグ、ウーラオス、バドレックスとかじゃないか。受け崩すんだったら。ナットレイが入ってくる可能性はなきにしもあらずだけど。普通押しミスしてるな、相手。盆の実。ナットレイ考えると盆の実返してほしい話あるな。ラグ焼いたし。盆の実じゃないや。火炎玉ちょ、返してもらうわ。持ってこい。ラグ焼いたから、これで火傷でラグは処理できて、取り返していて、クイックターン。で、納豆いないならいないでも余裕だし。でも裏押すかな、さすがに。バドレックス来る。ラグとかカバが強い、幅利かしてる環境だからね。ピクシーは割と、むしろ今までで一番ピクシーが戦いやすい環境なんじゃないかとも思うんだけど。このバドレックスは絶対身代わりで。ここ身代わりか。アストラルビットか、ヤドリギかじゃない。ヤドリギはないな。ピクシーにヤドリギしても何も美味しくないから。身代わりとか打ってくれるんじゃないか。OK で。残飯パクリてー。ピクシーで残飯パクリてーけど、絶対クイックターンで展開してくるから。死んでもらうだけなんですけど、バドレックスには。何がある技？ビット。削って、次のサイクルで頑張ろうって感じか。バックが通る。バンギと違ってこれ火力出ないから、殺しきれないんだけど、急所でこれか。結構パワー不足だな。バンギ C が高いからね。そこがバンギとブラッキーの差なんだけど、どっちも使った感じ、最終的に自分で回復できる方が強いよな、みたいなのはあるかな。バックアレンダでよくて。バドを捨てるか、裏を投げるかって感じだけど、この HP のバド引いても、死ぬんだよね。ステロで、OK。ネクロの出る幕なかった。ピクシーが強かった。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていきます。この試合多分相手コータスで、ソーラーブレードで、打者のやつでね、ヌオを殺す構築なんですけど、これにはネクロ刺さってるんじゃね？これじゃなくてもネクロは刺さってるけど。ネクロ投げて、エスバコータスうざいから、土俵セットで欲しい。
で、まあ、ランド重いから無道かな。で、レヒレはまあ、ネクロでそこそこ見れるはずだから、まあ、そんな感じの処理ルートでいいと思っているけど、だるいのはブラッキーか。ブラッキーめんどくさいな。出てこなくねでも。特に投げる理由ないと思うんだよな。初手はドヒドでいい。で、ネクロ、無道みたいな感じの選出をしたい。これでいこう。まあ、一回ぐらいね、雑誌のネクロで倒す動画を撮りたいね。レヒレから来る。まあいろいろだるいパターンはあるな。で、この世界に、挑発瞑想のレヒレはもう存在しなくなったから、統治下から入っていい。まあ挑発瞑想あったら、ドヒドに切りないふりして、最後のターンにいきなり切りしてびっくりさせるからいいんだけど、まあ、相手が毎回丁寧に挑発打ってくるやつだと、だるい。まあ、あと、渦潮が困るから、一回は。渦潮持ち。で、ここを僕、ネクロ投げて、殴っていくと、まあまあ、相手に負荷がかかるっていうか、ネクロはめちゃくちゃパワーあるから、相手にかかる負荷、殴り合えるな、結構。なんか、周りの受けの並びと合わせて、ネクロ、リュウマイとかした方が強いんかな。裏で、まあ、ラッキーで自破とか入れれるしな。やりようによっては全然。避けるのは神。ゴッド。怒りから入られる方がね、割とこれだるいんだけど。まあ何出てきてもメテオドライブで削りたいな。裏を。とりあえず裏に誰がいるかわかんないと始まんなくて。まあ、雑誌はいると思ってよくて。ああ、これリュウマイキャラね。早いレヒレだな、多分。まあ、普通に殴ってるんですけど、僕。挑発。渦潮、怒り、ムーンフォースとかでしょ。硬い。ごつめ。めちゃくちゃだるいの来たな。多分、ランド引きだから。ゲイザウト。突っ込んでくるかな。このままレヒレ削り切って打ち合えるなら、まあ僕はそれは全然良くて。渦潮。これ多分怒りを押してくる感じでしょ。相手視点、あれなんだよな。急所でか。急所でか。まあ多分ここ怒り入れて、ネクロのヒットポイントだいぶ減らしておいて、みたいな、まあ、感じだと思うんだけど。いやでも先に枚数より作れるからね。多分ギリギリいけるんじゃないかな。ザシアンもまあまあなんとかなるでしょ。ネクロのヒットポイントあんま削りたくないんだけど、まあ、幸いにもザシアン回復しないポケモンだから、コイン HP ある、あーいや、インファはちょっと耐えないかな。5つ目入るから、で、剣舞させなければそれはそれでいいでしょ。まあ、なんかいろいろめんどくさくて難しい感じになったな。僕、ネクロ、リュウマイ、今度、リュウマイとかで使ってみようかな。強い気するけどな。ちょっとメガ傲慢な感あるしな。耐久が。まあ、遅いけど、めちゃくちゃ。マンダと比べると。これ、裏誰出てくんだろう。いや、まあ、ここでザシャン投げると、ネクロを多分取れるんだよね。相手視点。ただ、裏考えると、ここ割とさ、剣舞な話あると思うんだけど。裏崩すために。自信いいっすか？ああ、日差し打ってもいいな。多分耐えるんだよね。インファ次。日差し打つと。ああ、耐えないかな。意地だったらやばい。いろいろ怪しくて、聖剣山来た。これ耐えるっしょ。なんか、ネクロの展開になってきたよ。だんだん。だんだんネクロ様のペースになってきてる。5つ目で削れてるから。あ、勝った。ヌオーでもいいな、これ。GG、お疲れっす。ザシャンじゃなくて、ネクロズマ、まあまあ、まあまあ面白い。可能性はある。まだ僕が使いこなせてないだけだね。もうちょっと考えます。お疲れ様でした。